南波翔がお送りしているミュージックライン、ここからはゲストの登場です。今夜はこの方々にお越しいただきました。お名前をお願いいたします。はい、スーパービーバーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお一人ずつお名前もいただき、はい、もう笑ってるのは良くないと思いますよ。もう笑ってるのは良くないと思いますよ。早いな、ね、さすがにね、何度も出させていただいてますけど、もう笑うのは良くないんじゃないですか、ね、いいですか、自己紹介して。お願いします。大丈夫ですか、はい、そんな心の準備必要ですか。いきますよ、はい、スーパービーバーボーカル渋谷龍太です。よろしくお願いします。お願いします。ギターの柳沢です。よろしくお願いします。ベースの江杉です。お願いします。ドラムの藤原32歳弘明です。よろしくお願いします。はい、やってまいりましたよ。はい、はい、やっと会えたって。藤原さん、ね、前回お邪魔した時はね、藤原さんいなかったんで。そうですね、画面越しに藤原さんのスライドショーを見ながら、ね、あんなラジオで、あんな寂しい塩ちゃんの顔見るの初めてだった。進行もざなりだったもんなんか。いや、それダメだ、よくない、はいはいはい、はい、藤原いないんでしょ。適当になっちゃってダメでしょそれ。やっぱちょっとね、はい、整わなくて。整わない。すごい表現いいですね。その前回は、2018年の12月でして、その時は渋谷さんと柳沢さんにね、うん、お越しいただきまして、うん、はいはい、そして今年の6月には全員からのねメッセージをいただきまして、その説はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお久しぶりになりますね。いや、さっき ね、うん、あのお邪魔させていただいたの聞いたら結構前でびっくりしたよね、うん、そうだね、だって、しおちゃんは藤原と会うのも2年ぶりぐらいになるってこと？そうですね、前回お会いした時は藤原30歳ひろあきさん、うん、あ、30歳ひろあきだった、はい、なるほど、すごい。もう一回自己紹介しといたら、藤原32歳ひろあきです。おめでとうございます。レベルアップ、レベルアップ、2個も上がっちゃってますから。育つんだね。育ってますよ。育つんだよ。すごいすごいでしょ。いや、相変わらず素敵ですね。はい、ありがとうございます。2人でやります。3人対しましょうか。大丈夫ですか。いていい、大丈夫、ごめんね。ちょっとドキドキしちゃうので、ね、はい、なるほど、バレバレだよ、バレバレだよ。にじみ出ちゃうのがちょっとポッてなっちゃったんですけれども、ねね、4人揃っての登場は2018年の7月以来になりますので、うん、今日はたっぷりお話を伺っていきたいと思います。早速ですが、まずは1曲お送りしたいと思います。曲紹介をお願いいたします。はい、それでは聴いてください。スーパービーバーでハイライト。ミュージックラインお送りした曲は、今年の6月にリリースされたスーパービーバーのシングルハイライトでした。今夜はスーパービーバーをゲストにお迎えしております。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今お送りしましたハイライトは2度目となるメジャーレーベルからのリリースでした。2度目のメジャー、1度目と比べて何か変化ってありましたか？まあ、全部違いますね。なんかその要は何も知らないまんま丸腰で挑んだのが1回目のメジャーだったんで、今回のメジャーってやっぱり、そっからメジャーを離れてから10年間メンバー4人と、レーベルを立ち上げたりして、いろんな方に力をこうね、あの助けていただきながらやってきたので、いろんなことが分かってるし、どんなことがメジャーに行ってどんなことがしたいのかっていうのが自分たち4人の中で結構明確にあったんで、うん、何から何まで違う感じしますね。うん、めちゃくちゃ強いですね、その分かった上でまたっていうのが ね、 ね、だから結構レーベルの方からしてみたら厄介なんじゃないかな。そうだ、ね、確かに全部勝手を知ってるんだよっていうね。確かに、ね、るんだぞ全部っつって。確かに、はい、でもめちゃくちゃかっこいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。この曲のリリースはちょうど自粛期間中でもねあったんですけれど、うんうんうん、まあ、新曲をね披露するライブもできなくなってしまったと思いますが、うんうん、ちなみにこの期間皆さんはどのように過ごされていましたか？それぞれお家いたね。お家いたね。でもなんだかんだ毎日ぐらいさ、あの、うん、オンラインでっていうか、あ、そうだね、会議っていうかね、そうだね、顔合わせてたような感じがしたね。し、やっぱりバンドで外でライブができなかった分、初めてメンバーで自宅からね、うん、こう配信番組みたいなのをやってみたりっていうのはしてましたね。じゃあ、あまりその会えない寂しさは感じず。あ、でもなんか15年間まあほぼ毎日会ってたようなメンバーなんで、まあ、顔見たのは見たけど、なんか
久しぶりって言ったの初めてだよ、多分バンド組んでから、うん、あのようやくいろんなものが開けて、うん、メンバーと顔合わせた時に、うん、お久しぶりって言ったのなんか初めてだったかもしれない、うん、やっぱ胸がキュンってたまにないですか。キュンって今日の藤原がねここ入ってきた時のしおちゃんみたいな顔してましたよ、うん、どんな顔してたんだよそれ。あっていうね、あっていうね、一気になんか頬が赤くなって、ね、頬がね、さっきそんなチーク濃くなかったぞと思う。おやっていう、はい、天然チークが出てる、天然チーク、ね、ファッとね、ファッて色づいてしまいました、はい、本当に申し訳ねえ話なんです。申し訳ねえ、申し訳ねえ、申し訳ねえ。ちなみになんかね、あの一人お一人の話をお伺いすると、うん、6月にいただいたメッセージで、うん、上杉さんはベース以外の楽器を練習しているみたいなね、お話をその期間されていましたが、はいはい、上達はされましたか。なんか幅広くいろいろやってしまったので、なんかそれをきっかけになんかちょっと楽曲を自分でなんかいろいろ打ち込みで作ってみたりとか、なんかそういうのがちょっとずつできるようになったら、もういろんなことに興味がまたいっちゃって、一個の楽器を追求するっていう感じじゃなくなっちゃったんですけど、まあでもいい機会だったと思いますね。で結果それが自分のベースのなんかプレイするにあたってのちょっと違う視野が広がったりとか、なんか怪我の巧妙じゃないですけど、うんうん、こんな時じゃないとちょっと多分トライしなかったことではあったので。確かに時間がないとね、はい、できないことですもん ね、 うん、なかなかずっと走り続けてこられたから、はい、こういう期間ってねなかなか、いや本当そうなんですよね。なんかやっぱ4人で音を出すってこともなかなかスタジオも最初入れなかったので、うん、なんかそういうちょっと未だかつてない感覚でしたけど、うん。そして渋谷さんは毎日自分の左手を絵にしていた、はい、そうですね、うん、そうなんですそれのみの日々でした。起きては左手を絵にし、寝る前も左手を絵にしいや本当になんかそれこそ何かこう結構落ちるじゃないですか、やっぱり、はい、その人とも会えないし、うん、で何かこう落ちちゃわないためには進歩が見えるもの、うん、自分が目に見えて成長するものっていうのをやった方が、あの精神衛生上、もう笑っちゃってんじゃないですかいいでしょ、いいでしょ、いいと思います。左手書いてあって、はい、話続けていいですか。お願いします。精神衛生上いいって言うから、はい、ね、あの少しずつ上達するものをね、はい、やってただけ、もう自分で割っちゃってやってただけ悪いことしてない、面白くもない、うん、なんで左手チョイスだったんですか。右利きだからですこう掲げながら、ね、そうそうそう、でもあの具体的にはあの手って難しいって、絵を描くのが難しい。最初にこう確かになんか美術の時間とかでも手デッサンしますよね。手って難しいっていうから、うん、難しいものを上手に描けるようになったらこう元気になるんじゃないかねえ、ごめんなさい、ごめんなさいよもうでもね少しずつ上達しましたよ。あ、やっぱ全然違いますか。違いましたね。最後の左手見たいですね、うんうん、俺の最後の左手ね、うん、最新楽曲みたいね、そう最後の左手、最後の左手、ね、かっこいい名曲、名曲ですね、ね、スローバラード最後の左手、すごい膨らみますね、超大作、7分超えの超大作、7分超え結構だねでいつか最後の左手を見せていただけたら、ねね、任せてくださいジャケット決まってるし、ねえ、ね、そうだね、駆け上がっちゃってからね、アートワークできてんだから、ね、確かに、あ、見えましたね、うん、見えました、ありがとうございますそして自粛期間ではありませんが、金木犀の匂いが大好きだという柳沢さん、はいはい、なんですけれども、はいはい、うん、他に好きな匂いや香りってありますか。そこ膨らますんですか。いや、話しようと思ったでしょ。そう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 。金木犀の話はもうダメです。ダメだ、ダメだ、ダメなんだよ。で、いや金木犀以外で好きな匂いか。うん、あ、でも金木犀本当最高ですよね。最高。最高。最高ですよ。最高っすね。金木犀。でも今日ここのスタジオに入ってきて思ったんですけど、うん、はい、このスタジオってちょっと懐かしい匂いしません。視聴覚室的なね。そうそうそう。学校みたいな匂い、こういう匂い好きですね。あと何か何かを思い出す感じがします。何を思い出してるか分かんないですけど、いや何かそこ膨らましよう。いやでも何かその漠然と懐かしいなっていう気持ちになるって匂いって不思議ですよね。俺金木犀好きになった理由もそれで、何か分かんないけどある年から突然、はい、小学校の頃によく遊んでた公園を思い出すことですよ。そこから金木犀のファンで。
不安だ。あの今年もしっかり金木犀の写真撮りましたからね。出た。今日ね金木犀色で。金木犀色です。そうですね。金だと絶対意識するもん、ね。金木犀大好きですね。今年もねいい感じに香ってますもんね。香ってましたけど、ちょっと雨が続いて、うん、あの都内はちょっとね弱くなりました匂いが。弱くないですか。何これ。すごいな。まだ金木犀の話は。でも大好きです。はい、ありがとうございます、ね。お待ちかねですよ。お待ちかねの話してください。終わるんですか、やっぱ。よし、はい。そしてお待たせいたしました。どうも、はい。待望のね。秋といえばの藤原さん、うん、秋担当の藤原さんなんですけれども、はい、秋担当、はい、6月にいただいたメッセージでは、うん、自粛期間は思いっきりのんびりすればとお話をね皆さんにされておりました。はい、実際もう笑ってますね。実際のんびりできましたか。のんびりけど、うん、こんなに休めることないんじゃないかなってぐらい休んでましたね。のんびりしたということで。のんびりしました。だいぶ伸びやかに伸びやかにあのうち動物いたりするんですけど、犬とか猫が、あの多分一生こいつだとこんなに長い時間いることないのかなっていうぐらい。そうそうそう、だから開けてきてちょっと出かけるともうね、キャン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 犬がもう帰ってきたら泣いて、行く時もキャン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 泣いて、行かないでくれ。次嫌そうな顔してる。嫌そうな顔してる。嫌そうな顔してる。いやもう辛いんだよ出てくるのだから。ああ、めちゃくちゃわかります。そう、もういつもいるのは当たり前になっちゃってるから。なるほどね。なんで出かけるんですかみたいな。敬語使うんだね。そう、うちの犬はね。藤原さんにね。あ、藤原さんに。藤原さんはちょっと赤ちゃん言葉になったりとかってされるんで。聞いてみたいですよね。どういうこと？あ、犬と接してる。犬とか。うん、なるかもしれないな。ちょっと、いやいや、ちょっと、エアドッグ、目でね。エアドッグ。エアドッグ。あ、かわいいね、お前はランはかわいいねって、こいつも結構やりますね。あ、引いちゃったじゃん、もう。しゅうちゃん今、リクライニング全部倒してたよ、椅子の。ギーってやってたもん。いや、なんか素敵だなと思う。本心、本心ないやつだよ。本心ですよ、それ。本心？やっぱそういうね、なんか、普段こう、キリッとされてる方が、こう、キリッとしてますか？キリッとしてますか？こう、デレッとする、こう、ギャップってよくないですか？藤原に至ったら別に僕らそんなね、こと思わないですね。ヒゲ生えてるし。ヒゲ関係あります？ヒゲ生えてるし、なんかね、怖いなっていう。怖くないでしょ？怖いよ、あなた。まだ怖いよ。こんな眉毛下がってんのに。ね、確かにね。変なの。変なの、面白い。左ね、よくなかった。ごめんごめん。はい、いいよ。ああ、なんか貴重なプライベートな情報をね、教えてくださって。あ、本当に面白いですか。しおちゃんだけだからね、これ、あの聞き出せ。藤原喋るのも初めてです、確か。こんな。そうそうですね。ああ、嬉しい。全然心こもってないな。全然思ってないな、多分ね。いや本当エアドッグもありがたい。エアドッグね、めでてましたね。はい、史上初でしたエアドッグ。エアドッグ史上初ですもんね。歴史がまた刻まれて。こんなになんか言いたいこと言う時間じゃないですか。ありがとうございます。そんな自粛期間を経て先日リリースされたのがニューシングル突破口自慢になりたい。レコーディングでは初めてリモート録音をね経験されたそうです。難しい作業もあったとは思いますが、反対にこれはいいかもと感じたことってありましたか？リモート録音っていうよりも、リモートプリプロって言うんですか？制作っていうのかな？デモ音源ですね。だからまあ、実際にレコーディング自体はいつも通りスタジオに入って行ったんですけど、あのまあそれまでこれあのスーパービーバーはあのまあ楽曲ができてデモを渡したら実際にこうスタジオに入ってああでもないこうでもないってやってたんですけど、それがこうリモートでできるようになって、データのやり取りみたいなことを今回初めてして、でまあそのやっぱ時間もあったので、こうなんかここちょっと違うねっていうのはまあ各々の時間のタイム感でちょっとこういろんな調整をしてアレンジを考えたりっていうのができたのは、あのまあ今後に向けて一つ一個の形だなっていうのは思って、なんかこういうのもすごくありだなっていうか、結構ね俯瞰的にそのアレンジを見ることができるなっていうのを改めて気づけたので、まああの本当に突破口とかに関してはこう最後の方で一回ベースが抜けたりするんですけど、そのあえてベースを抜くっていう作業もそのデータでのやり取り上で、あの上杉が最初にこうポンと送ってきてくれて、
あ、なるほどこういう方法もあるのかっていうのを、なんかスタジオで実際に音を出してるとなかなか気づきにくかったりする部分もあったので、なんかそういうの新たな発見が今回はあった気がしますね。上杉さんもかなりね、はい、手応えを感じていたみたいなんですか。いや、なんかやっぱそうですよね、なんか瞬発力でこうスタジオで楽器ドーンと鳴らしていい感じっていう、そのエネルギーでレコーディングしちゃう流れが多かったので、その一度なんかアイデアがこう出たものに対して一回その仮に録音してみんなのプレイを当てはめてみていろいろ整理したりとか、踏まえもうちょっとこうフレーズを詰めてみたりとか、そういうのが結構自分の中では時間をかけてなんか集中してやれた気がしたので、なんかこれは覚えといて全く損はないいいことだなってすごい思いましたね。自宅の作業だとね、うん、本当時間って気にしなくていいですもんね、うん、自分のペースでやれちゃったりとかしますしね。でもある種なんか自分がジャッジマンになるからそういう難しさも、はい、あ、もうだから困ったらもうすぐこれどうこれどうってやり取りをしてしまえば、うんうん、すごいすぐこう連絡取れる感じだったんで大丈夫でしたね、そこ。うん、いや本当便利だね、時代になりましたもんね。本当ですね。ちなみに藤原さんはね、はい、ドラムだと自宅で演奏するのって難しそうですが。そうですね、なんですけどその自粛の時に電子ドラムを家に買って、うん、それで自分電子ドラムで、まあ、生のドラムじゃないんですけど、うん、仮にちょっと叩いたのを取ってこうメンバーで共有したいとかそういうことは今回ありましたね。うん、ちなみにちょっと関係ないんですけど、はい、関係ない、はい、お家のなんかお気に入りスポットとかマジ関係ない、マジ関係なかったな。お気に入りスポットですか、はい、バルコニーがあります。バルコニー、バが強いな。何にも活用してないバルコニーがあります。なるほど、それ好きな。好きです、好きな。ちょっと涼しくなってきて今、うん、そこでちょっと夜、うん、ビールをプシュッ、あ、いいですよ、うん、絵になります。もう分かる、マジのファンじゃね。何やっても OK なんじゃないかっていう感じになってるじゃん。ちょっとすいません、ちょいちょい気になったこと聞いてこうと思って、うん、あ、全然もちろんもちろん、なかなかやっぱ会えなかったので、そう、うん、そうですね、溜まってますよね、はい、すいません、ありがとうございます。大事大事。曲自体は去年にはできていたそうなんですが、うんうん、コロナという予想もしなかった出来事を経験して歌詞やメロディーに何か新しい要素を加えようみたいなことってありませんでしたか。うーん、まあそうっすね、今回自慢になりたいは去年できていて、で、まあ、突破口は今年の本当に頭の方にあったんですけど、うん、で、まあ、その後いろいろありましたけど、そこから歌詞を変えたっていうことは全然なかったですね。なんかまあ、もっと言うとなんかそういうふうにいろんなことがちょっとずつこう環境が変わってしまった部分があったはあったんですけど、なんかそれでもこう変わらず響くんじゃないかなっていうことに気づけたところもすごくあって、なんかこうもともとはそういった物事を意識せず作っていた楽曲たちですけれども、まあそういった中でもなんか自分たちのメッセージとして、で今聞いていただきたいメッセージとしてそのまま届けられるんじゃないかなっていうのは逆に再に確認できたというか、なので特にそれを受けて歌詞を変えるとかなんかこうアレンジを変えるとかってことも特になく、そのまま楽曲に制作しましたね。うん、それではリリースされたばかりのニューシングルから1曲お届けしましょう。曲紹介をお願いいたします。はい、それでは聴いてください、スーパービーバーで突破口。ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲスト、スーパービーバーのニューシングルから突破口でした。迷いのないどこまでも晴れやかな曲で、なんだか心に爽やかな風が吹き抜けました。めちゃくちゃにいい曲ですね。ありがとうございます。俺なんかすごい個人的になるんですけど、はい、曲流れた後に難波翔ちゃんが言ってくれるその一言が俺結構好きなんですよ、はい、いいですよね。 限りなくど真ん中言ってくれるっていうのが結構印象としてあって、今回も嬉しかったです、はい、ありがたいお言葉を、ね、本当なんか生まれてきてよかった。そこまでそこまで本当に父と母に感謝しました、ね、今本当に俺も感謝しますいやめちゃくちゃいい曲でとっても響きました。ありがとうございます。
こちらの曲はバレーボールが題材のテレビアニメのオープニングテーマになっております、うん、はい、皆さんは野球、サッカー、水泳、ハンドボールとスポーツ部の経験はありながらもバレーボールの方っていらっしゃいません？それは聞いちゃいけないよそれは聞いちゃいけないことだよね。もうだって先にしほちゃんの方で分かってるじゃないですか、ね、どうせないんでしょ経験っていう聞き方はよくないよ。体育ではやったことあります。体育でね。体育では好きでしたよ。得意得意だよ。得意だよね。得意だよな。得意得意な。俺バレーボール得意。トスな、はい、藤原はトスをアタックも得意だよ。トスを上げ続けた。アタックもね、うん、いやアタックさせてよ。トスアタックしたいんだよ。あれはトス専門。アタックが楽しいんだよ。あのトスだけよ。トスの藤原永遠とそうトス今のはずるいやろ。一発ギャグみたいな。今のはずるいやろ。バレーボールギャグみたいな。お見事ですね。はい、うん、まあ、とは言いつつそのスポーツ部活の経験でこの曲にこう生かされてる部分ってありますか？うわあどうだろうな。まあその自分たちの当時からはもうだって結構な時間が経ってるんで、うん、あれですけど、まあただいわゆるその今回学生のスポーツみたいなものが題材だったので、やっぱその学生のスポーツってまたプロとはちょっと違うっていう印象がやっぱりあって、まあ例えばその大会ごとでもう本当に1回負けてしまったらそこで終わったりとかで、まあその勝つ負ける以上になんかそこにある例えば先輩と後輩とのこう関係性だったりとか、例えば先輩を勝たせたかったとか、後輩に何かを残したかったとか、こうチームメイトとのなんかつながりみたいな、なんかそういったものっていうのはすごくこういいなというか、惹かれる部分っていうのはなんかこう大人になるにつれてやっぱすごく強くなってる自分はいて、でまあそういったこう今この瞬間にかける思いみたいな、なんかそういったものっていうのは、まあスポーツと音楽で全然畑こそ違いますけど、うん、自分たちの歩みを振り返ってもやっぱりその瞬間瞬間今をこうつないでいくというか、うん、そういった気持ちみたいなものをすごく、うん、大事にしながらバンドをやってきたなっていう気持ちがあるので、そういう意味ではすごくこう、うん、自分たち自身の歩みを素直に今思う通りに歌にした時にすごくリンクするなっていうのは改めて思えたので、うん、そうですね、すごくこう今にかける思いみたいなところはすごくこうリンク点として、うんうん、この楽曲の中にも入れ込んだ部分ではありますね。スポーツだと観客の声援がパワーになることもあると思うんですけど、うん、やっぱりライブでも同じ感覚ありますよね。めちゃくちゃありますね、うん、もうライブできなくなっちゃったことで、うん、かなり自分たちにとってもちろんバンドを結成した当初からライブが好きで活動してきたバンドなんで、俺たちのど真ん中にライブがあるっていうことは分かったんですけど、いざ本当に取り上げられるとどれだけ大事だったのかっていうのがすごくよく分かるし、あそこでオンステージしてフロアとこう向き合って何かをこう何か気持ちの往来をし合うっていうことが自分にとって自分たちにとってどんなものだったのかっていうのがやっぱ本当によく分かったんで、うん、ね、実感するというか再認識っていう言い方が一番いいのかもしれないですけど、うん、思えてよかったですね。15年経って思えるっていうのはおそらくなかなかないことだと思うんで、うん、まあいい再認識だったかなと思いますね。ちなみにステージからお客さんってこう意外と顔が見えてるもんですよね、うん、全部見える。ああ、こと細やかにチェックされて、一回俺やってみたいゲームがあって、はい、この人どこにいたでしょうゲーム。それやばい。どの規模まで、ライブハウスで、うん、例えば、はい、この人パッて連れてきて、うん、はい、この人どこいたでしょうって言ったら、多分俺ね90点以上取れると思うんですね。すごい自信ある。基本的にオンステージしてる時って、うん、ずっとフロアを見てるので、はい、で結構全方位見るんですよね。そうするともう大体分かる、どこに誰がいたのかっていうのがなんか分かるから、そのゲームを一回やってみたい。誰も出題してくれないと思うんですけど、はい、あ、でも初めてですね、多分そんなゲーム多分史上考案したの。そう、マルシー、マルシー、はい、マルシー、マルシー、ファンの方も嬉しいでしょうしね、きっと。そう、明らかに分かってるよっていうのはなんか分かっといてほしい、うん、なんか本当に多分メンバーみんなフロアずっと見るから、本当にね分かるんですよ。
どんな顔してるのかとかも分かるし、だからあのこの間あの配信をね有観客でやったんですけど、はい、マスクされてることの方が、うん、声が出せないっていう状況よりも実はしんどかったですね、うん、あそっか顔が見えない、そう顔半分見えないっていうのが、うん、結構しんどかったです。あ、うん、確かに意外とねマスクって隠れちゃいますもんね、うん、そうなんですよ、ね、うーん、この期間中に知り合った人とか、はい、あそれ ね、 そうね本当にそれはわかる、そうそうそう、あの不意にこう大丈夫そうな現場でマスクを外した時に対面して、はい、あの先日のって言われてもん、えっいつ、うん、あ本当だ、これはね結構俺も ね、 あるよ ね、 あるよね思っていた、うんうん、確かになんかマスクありきの顔で認識してますよね、そうマスクをつけてください、うん、一度みたいな あなたかいや本当あなたね、それはすごいあるよね、あるある本当にある、うん、あそっかそんなこともありますね、確かに 今言われて気づきましたけど、うん、ご挨拶させていただくんですけど、うん、その一発で覚えられないことが最近多いんですよ、うん、良くないんですけど、うん、難しいですよ ね、 ねでもご時世柄ね、うん、なかなか外せないですもん ね、 そうですね、そう今もねこうソーシャルディスタンスこうめちゃくちゃ保って、うん、かつパーテーションを立てて、うん、で今はね、うん、やっとマスクを外して、はいね、で藤原さんのお顔もやっと拝見できてみたいな、ね、これね、はい、本当は藤原さんマスクしたまま喋ろうとしたんですけど、ね、南波潮ちゃん勝手のお願いで外していただけませんかということで、はい、ちょっとね距離もね、はい、ありつつなんですけど、はい、ただやっぱりなんかねマスク外された瞬間になんかすごいって言ってましたね、私が何がすごいんだろうと思った出てきた出てきたすごいチャーハン虫で銀杏見つけた時に、まあ、すごい、ね、出てきたそんな感じね、感動が、ね、感動ありましたよね、はい、俺も感動しましたドキドキしちゃって俺もちなみにあのまた全然関係ないんですけど、はい、あ、はいはい、何ですか、藤原さんはその学生時代その部活でどんな瞬間に輝いていました？自分で言わせる自分で言わせる、自分で言わせる、いいですね、どんな瞬間に輝いてたかあの僕足早かったんですよ、わーモテますね、小学生ってスポーツできる、そうねモテる、モテる、モテるよね、だ体育祭とかすごいモテた、モテた、いやだってぶっちゃけモテたんじゃないかっこいい、藤原さんが小学校だよけど、うん、小学校じゃあ運動会だね、運動会だね、運動会じゃないじゃないね、体育祭ちょっとかっこよく言い過ぎだよそうだね、運動会な、運動会だね、あーでキラキラに輝いて、うん、だってリレーとかもあるし ね、 確かにね、めちゃくちゃ盛り上がるじゃん、リレーの選手とかになったらね、そうよ、4人とかだっけあれ、そうそうそう、クラスでね、で1番とかなっちゃってね、ねいいね、あなんか見たかったですねいやそん時の藤原さんまで見ちゃったら多分南波翔じゃん耐えらんないんじゃないかな、もう確かに眩しすぎて今もうか多分目も合わせられなくなっちゃうんじゃないかな、確かにそうですね、今がギリだよ、多分大人になってから出会えてよかった可能性がね、今がギリだよ、ありますもん、今がギリだよまあね、藤原12歳広明ぐらいあもうかっこよすぎて、多分かっこよすぎる、うん、パチパチの足が速くて、パチ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 に足が速い、どうやって走るバチバチ、バチね、バチバチね、よかったよかった、うん、あでも本当その要素ですごい今夜妄想がはかどりそう、ね、多い妄想が始まるんです、あいつ実は足速かった、パチパチに、ね、パチパチに、パチパチ、今夜は眠れねえなどういうことだありがとうございました、はい、ちょっとじゃあ曲に戻りますすごい戻りだね、証明するよもう前例になるよ、やめなかったから笑ってる僕らがというフレーズにスーパービーバーの姿を連想してしまうんですが、うん、バンドの15年の歴史が反映されているところもやはりあるんでしょうか。そうですね、あの本当に今おっしゃっていただいたように、なんかやっぱりこのメジャー再契約というタイミングで、まあ、1枚あのファーストシングルを出させていただいて、で、まあ、今回はメジャー再契約後第2弾になるんですけど、あのいずれともこう両 A 面シングルという形でリリースさせていただいていて、まあ、この2枚はなんかこう今一度スーパービーバーってどういうバンドだろうっていうものをこう知っていただきたいなというか、自分たちも新たなこう宣言みたいなものになったらいいなっていうのを思っていたので、あのこの突破口の今あのおっしゃってくださったような部分とかは、あのまあかなりこうスーパービーバーとしての意思をこう、まあ、すごく
明確に書いた部分ではあって、まあそういった言葉を背伸びせず、あの堂々と胸を張って歌えている今っていうものがもうなんか全てのような気はしているんですけど、なんかそういったものを自分たちで実際に今一度声にすることによって、まあ自分たち自身のなんかこう、なんだろう、背筋が伸びる感じもありますし、まあスーパービバってこういうバンドなんだなっていうのを今一度分かってもらえたら嬉しいなっていう気持ちはすごくありますね。でもなんか本当になんかこういう状況を受けて、そのやめない、終わらせないって本当に大切だよなって痛感しますね、うん、そうですね、まあなんかこう自分たちは、まあ、やめそうだった時ももちろん、うん、あるので、ただやっぱりこういろんな理由、いろんな助けがあったりとか、いろんなきっかけがあって、やっぱこう今を繰り返してきたというか、すごく先だけを見て走ってきたというよりは、今目の前にすごく必死になってきたんじゃないかなっていう気はしていて、その連続が、まあ、やめなかったという結果になっている部分はあると思うので、まあ、なんかそういったこう、うん、気持ちの、うん、気づきみたいなものが、まあ、一つこうきっかけになれたらいいなっていうのは思いますね。今年の4月に結成15周年をね迎えられましたが、15年のバンド活動の中でこれは突破口、大きな転機になったというような出来事を挙げていただくとすると、うん、なんだろうね、こう結構その都度その都度な感じはしてるんですよね、うん、結構どこを起点に軸にしてガラッと変わったとか、大きく自分たちのこの日が転機だったって言えるような日って実はそんなに多くなくて、結成してから今日に至るまで結構ずっと地続きでやってきた感じっていうのがすごく強くて、だからその都度その都度、立ち止まったり振り返ったりちょっと戻ったりっていうことは、そういうことを繰り返しながら、なんかこう着実にずるせず、エレベーターやらエスカレーター乗らず、階段だけ一歩ずつ段飛ばしもせず上がってきたような感じがあるので、なんかね、大きくジャンプアップしたとか、ここで何かがガラッと変わったっていうのは正直ないかもしれないですね。うん、まあ一個挙げるとすりゃ、そのメジャーから落ちた時、一番最初にいたメジャーを離れた時は一番なんか思ったかもしれないですね、いろんなことを、その15年前って今の自分たちの姿って想像できてましたか？いや、してないでしょ、誰もしてないでしょ、ね、してないですね。藤原さんはずっと藤原さんのままだし、そうだね、同じ顔だよ ね、 ねえ、どうやるのそれどうやんだろうな渋い声、渋い声で今ね、ちょっとね、今日スタジオ入ってからね、生しゅちゃん前にして少しカッコつけちゃって、してます、足とか組んじゃってますから、はい、いや、なんか渋みがなんか増してらっしゃるなって思って、ちょっと今レベルが2つ上がりましたか、そうですよね、ちょっと今輝きすぎてるかもしれない、今輝いてる、うん、ああ、いいね、なんか、なんかこういうのどうしても来る、ありがとう、落としにかかったキューンで、これあれね、でも実際ラジオで初めて聞いた人何のこっちゃ分かんないけど、分かんないね、この絵面を見てほしいね、そうだね、そうだね、この絵面を見て楽しい大会、ええ、いい、楽しい、いや、いいやつ、どうしたらいいの、楽しい、好きに感想言ったら楽しい、楽しい、しっかりしろよ、なんか太いは出てる声ね、何度読んでいただいてるか分かんないけど、気張ってなきゃダメだお前、楽しいじゃないの、すごいね、何しろよ、一番外側から見せたもんね、全部拾えると思うのよ、それが楽しいね、本当に急に外から入ってきちゃった、外野の人いたよね、怖かった、怖かったね、本当怖かった、いやでもなんかそういうね、純度高いままずっといられるってすごいことだなって、うんうんうん、そうですね、ね、なんかどうしてもやっぱビジネスになっちゃうこととか、うんうん、好きがそう好きなだけでいられないこととかってあるじゃないですか、うんうん、なんかどうしたらその純度高いままでいられるんだろうって、なんかコツというか、そうっすね、コツっていうかね、多分ですけど僕らはマジで人に恵まれたっていうのはすごくありますね、周りにいてくださる人にマジで恵まれてるっていうのは、これは、スーパーユーバーの一番の自慢かもしれないですね、本当に人に恵まれてます、だから出会う人出会う人、話すこと話すことで自分たちのモチベーションみたいなのがその都度上がっていく感じっていうのがやっぱすごく体感するし、この人とこんな話したから次はこういうことしてみたいとか、この人がこういう風な
景色を見たんだったらもっといい景色見てもらいたいとか、うん、っていうことが一つ一つ自分たちの楽しみにもやっぱつながっていくので、うん、人に恵まれたってことがね、全てにつながってると思いますね。うん、ラッキーでしたねこれに関しては。でもそれは本当皆さんが人格者で本当にいいお人たちだからこそのこう、うん、導きじゃないですけど、こうやっぱ類友じゃないですか。もっと言ってください。そう言っていただけると光栄でございます。欲しがるね。やっぱ類友だと思うんですよ、ね、いいよいいよいいよ。だからやっぱ皆さんの人徳で、うんうん、周りが集まってきたみたいな、うん、藤原の人徳で今日は酒がうめえなんか、ね、酒うまい、すごい言ってくれちゃう、うんうん、ありがとうございます、すいません、本当に本心で思ってます、ありがとうございます。そして両面になっているニューシングルのもう一曲この後ねお聴きいただきますが、自慢になりたいという曲で、うん、ちなみになんですが、自分ではなくメンバーの自慢を一つするとしたら誰のどんな自慢が、藤原が足早かった以外でですか。はい、なんかもうちょっと欲しがっちゃって申し訳ないんですけど、メンバーの自慢、ちょっと待って、はい、もう出た人からスポンと行こう、出た人からメンバーの自慢、うん、メンバーの自慢、俺たちの絆が今試されてる、俺たちの15年間の絆が今ナンバーしゅうちゃんによって試されてるんだから、俺たちはこれパッとメンバーの自慢を、土着そう無茶ぶりしてしまって、これなんか個人ですか、はい、個人かメンバーの自慢をスッと出す。でもね、はい、じゃあ柳沢です、はい、やっぱねこの、まあ、誰一人っていうわけではないですけど、うん、このまあ、少しずつ少しずつねこうやっぱ役割分担というかね、うん、メンバーそれぞれがなんかそれぞれとこう支え合ってる感じというかみたいのはねなんかあって、なんかこうお互いのこうなんて立てどころと引きどころをお互いが分かり合ってる気がしていて、うん、まあ、それはなんかねメンバーながらあのすごくいい関係性なんじゃないかなっていうのはね、うん、年々そういうのはありますね。なんか今日はやっぱり藤原さんだなみたいなことも、うんうん、今日はやっぱりみんながすごく思ってると思うのでこのバランス感はいいなと思ってますけどね、うん、あれピンときてないですかね。個人じゃないもん、まあ、個人じゃないですけど、ね、そういう真面目なことを、うん、南波翔ちゃん今聞きたいモードじゃない、うん、じゃあ、はいはい、もうぼちぼち分かろう、そうなんだ、すいません、そういうモードじゃないです、南波翔ちゃん、じゃあちょっともっとライトなやつ、もっとライトもっとライトなやつ、あ、はい、はい、渋谷さんの髪の毛がですね、やっぱり長い、おっしゃ、長い、これ結構女性でも長い方じゃないですか、最近女性に憧れられる髪型みたいになってきてるね、私もこの髪型にしよう、この髪型にしようっていうね、はい、あの、うん、結構あの同じ格好してくださる方が多いんですけど、うん、圧倒的に女性が多いですね。そうだよね、でもなんか憧れちゃう要素しかないですもんね。藤原よりですか、そこははっきりしておきましょう、今日ここははっきりしておきましょう。あ、皆さん本当に素晴らしくて、ダメだ濁した、なんですけ ど、はい、中でも女性的な視点で、うん、言ったらやっぱ、うん、じゃあさおひげとか、まあまあまあ、問題もあるので、はいはいはい、ちょっと真似しづらい、うん、真似はできない、まあまあね、心苦しいみたいなとこがありますから、心苦しいですね、やっぱりそのなんか渋谷さんその中性的な美の化身感というか、うん、美の化身ありますから、うん、すごいですね、まあ、なんかやっぱ目標にしやすいなっていいんですか、うん、思います。でも翔ちゃんちょっとこんだけ言ってもらったらなんだけど、うん、はい、今藤原を傷つけたんで藤原にちょっと謝ってる、俺はすごく嬉しかったけど、まあね、藤原が傷ついてるのは、ね、やっぱりメンバー感としても苦しい、はい、この度は私の不適切な発言により、ね、藤原さんのことを傷つけてしまい大変申し訳なく思っております。何なんですかこれ。何なんですかこれ。何なんでしょうね。何なんでしょうね。いや本当ですよね。ボーカル美の化身のバンド、うん、素晴らしいじゃないですか、はい、まあ、ね、でもちょっと俺は今、うん、そんなことよりも、はい、俺が褒められたことよりも俺は藤原が傷つけられたことよりは、いや俺はちょっと許せなかった、いいね、ドラムはね、ごめん、ヒゲの化身だもんね。ヒゲの化身はまずいだろ。ヒゲの化身はもうヒゲじゃん、毛じゃん、でも毛じゃん、それそうだ、ね、化身だね、化身、化身だから、うん、化身、化身の毛の字ちげえから、うん、本当に、後ほど正式に謝罪したいと思います。いや、いいですよ。大丈夫ですから。許してあげましょう。はい、もう分かりました、はい。誠に申し訳ございませんでした。いやいや、いいでしょう、いいでしょう。こっちが申し訳ない気持ちになってくるよ、なんか。いいでしょう。それではスーパービーバーのニューシングルからもう一曲お届けしたいと思います。はい、曲紹介をお願いいたします。はい、それでは聴いてください。スーパービーバーで自慢になりたい。
ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲストスーパービーバーのニューシングルから自慢になりたいでした。なんかどんな自分もその選択も優しく肯定して確かな光を見せてくれるような美しい曲で、一つ一つの言葉が心の琴線に触れますね。とっても染みました。完璧だよ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。完璧。おみくじの裏側を見てるよ ね, 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 、はい、ね大吉に違いねえな大吉だな今大吉に違いねえな、はい、手を合わせたくなる、うん、本当に、はい、もう名曲をまたありがとうございます。いありがとうございます。ありがとうございます。いただけて、こちらの曲のミュージックビデオに出演しているのが俳優の菅健太さんなんですけれども、うんはい、なんと直接オファーされたんですよね。そう、もともと好きでいてくれたり聴いてくれてるっていうのは知ってて、うん、ライブの現場とかで見に来てくださった時とか挨拶とかはしてたんだけど、でその後にこう飲みに行く機会とかもあって、うん、2回ぐらいご飯行ったり飲んだりしてて、でまあ某テレビ番組で、うん、コメントゲストで来てくれたんですけど、うん、でその時に、自分たちのに対する思いをこう語ってくれて、うん、最後に MV 出たいですって公共の電波を使ってね、うん、彼は言ったので、うん、聞き逃さずもう、はい、ね言いました。逃がさなかったというね。言ったな。言ったよな。はい、肩を揺すって。超怖え。超怖え。怖え先輩だ。だからね出てくれました。あでも本当に、はい、その言葉があったから、うん、すごく嬉しかったんで、うん、もしよかったら力貸してくれないって正式に直接お願いして、うん、事務所からもちゃんと直接お願いして、うん、で快く OK してもらって、うん、この叶いましたね、出演していただくということが。菅さんもねだと本当、うん、スーパービーバーのこと大好きだから超嬉しかったんじゃないですかね。結構気持ちがそのしっかり自分たちにも伝わるというか、うん、本当に好きでいてくれてるのが分かったから、うん、やっぱこう自分たちの作品に携わってくださる方はそういう人が近くにいるとすごくいいって思ってて、うん、チームもそうだしスタッフもそうだし、だからそういう気持ちを持ってくれてる人が作品に携わってくれるっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しいなって思いました、うんはい、その以前とね同じような年間100本みたいなライブ活動をすることはどうしてもね、うん、この状況で難しくなってしまいましたが、うんうんねうん、先日8ヶ月ぶりとなる単独コンサートを日比谷野外大音楽堂で開催されておりました、はい、久しぶりに直接見るお客さんの姿っていかがでしたか。嬉しかったね、うんうん、こうちょっとね4人でいても少しだけドキドキする感じっていうのあったんですよ。そうだね。さすがに8ヶ月も人前に立たなかったことないので、うん、どうなるかなっていうのはあったんですけど、ね、意外と立ってみたら、うん、ね大丈夫だった、ね、なんか帰ってきた感をすごい感じた、ね、感覚ね、うん、変わんない楽しいと思ってやっぱ本当にそれに尽きる、うんね、これこれみたいな、なんか一番最初にバンド組んでステージ立った時の感覚ともしかしたらちょっと近かったかもしれないですね、うん、あこれがしたかったみたいな、うんでは思いました。やっぱりね本当生ならではの空気感ってありますもん ね、 ねあれはもう何事にもやっぱ変えられないと思うからうん嬉しかったですよ。うん、うん、その反面予定されていた15周年のツアーはね残念ながら中止になってしまいまして、うんはいはい、これからはどんなライブ活動表現方法を考えていますか。うんまあ、その正直主軸は全然変えたいとは思ってないっていう今までやってきたことをやりたいですけど、まあそれができないんであれば、まあ代わりになるようなものはできないと思うので新たな方法を少しずつ模索しながらメンバーとチームと少しずつ探してこんな方法もあるんじゃないのかなっていう、まあ本当試行錯誤ですけど何か一個ずつ試しながら届けられる方法が一つでも増えるんであればチャレンジはしたいとは思ってますね。うん、でも基本的にやりたいことはやっぱ今まで通りのライブなんで、うん、あれがやっぱ一番やりたいです。もうなんか本当ずいぶん昔のことね、うん、感じちゃう。でもね、なんかそこにまた戻れるようになんか今いろんなことをそれぞれが気をつけてるのかなっていう気がするので、うん、まあすぐじゃないとは思いますけどね、うん。なんか少しずつそれぞれがそれぞれの場所でね、こういろんなこと気をつけて、うん、なんか今は。ね、人も 50% だけどそれが 60% になってって、うん、なんか少しずつ近づいていったらいいのかなっていう気がするので、うんまあ、変に焦らず ね、 ね今やれる方法で楽しんでいけたらいいのかなっていう気がしますけどね、うんうん、
と今できることをね全力でやるしかないですもんね、うん、そうですね、うん、スーパービーバーの今後の予定など詳しくはオフィシャルのホームページをご覧ください。また今日お届けした放送は NHK ラジオラジルラジルのホームページやアプリを使って聞き逃し配信で放送終了後から1週間何度でも聞くことができます。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。それでは最後になりますが、はい、お聞きの方にメッセージをお一人ずついただいてもよろしいでしょうか。じゃあすみません恐縮なんですけども、はい、順番指定していただくことはできますか。そうですね、この感じ懐かしいですね。ちょっとどの順番で言ってたらいいかなって思って、はい、そうですね、うん、じゃあ渋谷さんからお願いします。僕からでいいですか。はい、はい、じゃあ言わせていただきます。本当にいろんなことがこ う, うまくいかなかったりとかっていう世の中ですけども、まあ、そこの部分だけに注目するんじゃなくて今だからできることであったりとか今だから再確認できたことみたいなものってをすごく大事にしながら生きていけたら少しは楽しく過ごせるんじゃないのかなと思ってますので、直接会える日を楽しみにしてます。では続きまして上杉さん、はい、お願いいたします。そうですね、まあちょっとずつ前みたいにライブが当たり前でできるようになってほしいですが、まあそんなに焦らず今できることをみんなでなんか協力し合って、まあ僕らみたいにこうたなんか楽しんでやるのが一番だなって思ってるので、うん、なんかそういう気持ちでみんなでなんか頑張りたいですよね。それが音楽だけじゃないかもしれないですけど、で自分たちもそういう気持ちを持って音楽でバンドで届けられたらなと思ってます、うん、まあでも一番は焦らず楽しんで乗り越えましょうっていうことだと思うので、うん、そういう感じでみんなで頑張りましょう。ありがとうございます。本当にこのまま指名していっていい感じですか。そうです。残り2人になって何を言ってるんですかしかも決まってないでしょなんか先生になった気持ちみたいになって、ね、いいね、ラジオじゃあんまり伝わらないですけど、いいす、はい、今この構図が完全授業みたいですからね、うん、そうですね、授業受けてる気持ちですよ、はい、ちょっと今一瞬不安になっちゃって大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですかね、はい、じゃあ続きまして柳沢さん、はい、だろうね。まあ先ほどお話にもあったようなこうライブで、まあ、生配信も行ったりして、その実際に会場には来れずともいろんなところでこうそれぞれの各地でこう見てくださってるよっていう声もすごく届いてますし、で、まあ、こうやって CD をリリースするとその都度本当日本全国いろんなところからこう聞いてるよ届いてるよっていう声もいただいていて、そういうのでそのすごく自分たちもいろんなところで聞いてくださってるんだろうなっていうのを実感するので、本当に少しずつ少しずつ自分たちが足を伸ばしてその街にも行きたいなと思ってるので、まずはスーパービーバーがこうやって新曲であったりとかこういったラジオだったりとかでいろんなところにこう声をや音楽を届けていきますので、これからも楽しみに待っていてくれたら嬉しいなと思っております。柳沢さん、ありがとうございます。ありがとうございます。最後は、はい、始めました、ね、はい、藤原さん、お願いいたします。はい、はい、そうですね、CD こうやってリリースできたり当たり前のことじゃないっていうのも思ってるんですけど、そうこうやって CD を出せて、いろいろ感想とかも聞けて、なんか自分たちはやっぱこう音楽をこう好きでやっていて、こうやって喜んでくれる方がいるとやっぱ僕らも元気になるんで、また元気を返せるように、まあライブいや CD を作ること以外にもなんかこういろいろできることがあればたくさん楽しみを作っていけるように頑張りたいので、楽しみにしててください。はい、では藤原さん、お願いします。はい、ですね、CD を作ってこうやってリリースさせていただいて、こうでラジオをねこうやって出させていただくこと、はい、本当当たり前ではないんで、すごいよ、こういうこと一つ一つ感謝も もちろんあるんですけど、そのこうやって、思い を届けるだけじゃなく、なんだろうな、その今いろんな楽しみをすごくさっき聞いたよ、用意できるようにね、いいよこれ、そのライブや CD を作ることだけじゃなくね、楽しみをこう4人で発信できるように頑張っていきたいと思うので、よろしくお願いします。気持ち喋ってね、ありがとうございます。聞きました。なんて？なんて？最後何？マジで？なんて？何言いました？なんて？なんて言ったの？染みました。染みました。染みました。本当ですか？本当に。いや、いい切り返しでしたね。いや、いいですね。いや、お見事でしたよ。扱い方としては。あれやられちゃね。いや、もう俺ら3人黙るしかないでしょ。いや、本当ですよ。さすがですよ。さすがでございます。5人いましたからね。スーパービーバーのメンバー。
あれって思った人いっぱいいると思う。ジワラ2がいっちゃう、うん、変だなって思ってたと思うよ、うん、いやもうついついちょっと欲しがってしまった、ね、いいですね、最高です。欲が欲張りだよ、申し訳ないです、欲張りだよ、本当に再放送ありがとうございます。再放送、短い間での、うん、同じこと言ってるしね、短い間での再放送。今夜のゲストはスーパービーバーのボーカル渋谷龍太さん、ギター、やばいやばい、これいつもそうだね、もう意識しちゃって、あとちょっとで終わるから頑張って。やっぱ字面で見るとダメですよ、そう、顔じゃない、当たっちゃってから申し訳ない、ギター柳沢龍太さん、うん、ベース上杉健太さん、行こう、ドラム、うん、藤原、藤原すごい、藤原呼び捨てしてみたいですか、藤原ずっとね、うん、藤原32歳ひろあきさん、よく言えたよ、ありがとうございます、本当本当に、あのすごく楽しい時間をありがとうございました。こちらこそですよ、すみませんでした、いや全然です、ありがとうございました、ありがとうございました。